よいしょ。ビリー警察が探し回ってるよ。ビリーたんね、ちょっとカメラではうまく映らないけど、ここがね、おしっこかかってびっちゃになっちゃいました。おしっこかかったというか、自分でおしっこしたところに寝そべって黄色くなっちゃったんですけど、なんか修正も黒いのついてるね。で、ビリーちゃんお風呂慣れてるかわからないので、ビリーちゃんは今回ドライシャンプーをしたいと思います。これステマじゃないですよ、個人的にいいなって思って買ったやつです。概要欄にキティボーが使っているもの一覧のリンクも貼ってあるので、その中にも商品載せてます。でね、ドライシャンプーはこうやってやると泡のフォームが出てくるので、それをきれいにしたいところになじませます。で、汚れを浮かせます。完全にね、きれいになることはないんですけど、気休めにはなるいい商品だと使ってて思います。冬場にキーボーによくやってました。それでもね、半年お風呂入らずにすごい黄ばんじゃったんですけど、まあ、やらないよりはマシでしたね。これでね、汚れを浮かして、で、ティッシュで、まあ、タオルでもいいんですけど、うちはティッシュで拭き取ります。いいかな。もみもみ。ミリちゃんお尻の皮が余ってるから伸びるな、ここすごいね。特にこのドライシャンプーは毛が短めの子には合ってると思います。キーボーもティーボーも毛が長めなので、根元まで綺麗にはならないんですけど、ビリーちゃんの場合は毛が短いので、わかりますかね、ここ黄色くなってるの、おしっこが浮き出てティッシュに吸収されました。よいしょ、ピヨンピヨンピヨンなの、ピヨンしちゃっていいの、ビリータポヨンポヨン、お腹ポヨンポヨン、ちょっとお尻見せて、お尻見せて、かわいいお尻見せて、お、ビリー警察が嗅ぎ回ってるよ。おちり、おちり。僕逃げたい。僕逃げたいの。ダメ。ダメ、やだ。ビリーちゃんね、自分を出せるようになってきたから反抗もしますね。緊張が解けて嬉しい限りですよ、うん、一本一本染み込んだ水分を取るように拭いていきます。はいよ、はいよ、ふっきふっき。こっちも汚れたね、ビリータ。じわー。こっちもきれいにしちゃおーっと。やだなー。やだねー。もみ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 。あと2日でお別れなんだよ、ビリータ。あっという間だったね。ティーちゃんと一緒に暮らすことは最後までできなかったけどね。でもなんだかんだいい関係だったよな。ティーちゃんにはいい刺激になりましたね。たくさんお部屋歩くようになったし、ビリちゃんはあんまりいいことなかったかもしれないですけど、まあ順調にティーちゃんを無視し、なんだかんだティーちゃんも慣れてきてくれて
ウィリーちゃんがいなくなったら張り合いがなくなっちゃうんじゃないのかな。ねえ、寂しいね。でもね、寂しくなるのは当たり前だと思うので、一緒にいる時をいかに大切にできるかに意識を集中して預からせてもらいました。あとね、何より元気なまま飼い主さんの元に返すことが一番優先なので。途中目の怪我とかって病院行ったりねしたけど、今ではすっかり綺麗になって元気にお家に帰ることができそうでよかったよ。ビリーたん大好きだよ。大好きだからね、忘れてもいいけど元気ではいてね。またいつでもおいでよ。まあ、もしかしたらね、今回が今生のお別れかもしれないですけど。よいしょ。うん、やだ、僕やだ、こんな綺麗にされたくない。やだよね、ごめんね、ごめんね。このうちに来たが最後やで。うん、いいかな。よし、オッケー、綺麗になりましたよ。完全には取れないけど、うん、この辺黄色いのわかるかな。だいぶおしっこ吸収できました。お疲れ様、お疲れ様。ウィリーさん、ウィリーさん大好き、かわいいね。ウィリーちゃんが来てからコアラが大好きになりました。ツイッターでコアラの動画とか画像検索して、うわ、ビリーちゃんにそっくり、あ、この子ビリーちゃんみたいとかって言って楽しむのが日課になってます。ビリーちゃんが帰ったら全国の動物園の動画を見てビリーちゃんを感じたいと思います。あとね、飼い主さんが写真あげてくれると嬉しいな。ビリーちゃんありがとうね。うん、かわいいね。長生きしてね。こんな感じです。あんま伝わらないか、いいか、ゆみちゃん。じゃあご褒美におやつ食べようか。あいつ食べる、ゆみティーボー、ビリボー、あいつ食べる、あいつ食べる、あいつ食べたい、あいつ食べたい。ビリタン頑張ったし、おやつ食べようか。お疲れ様。痛い痛い痛い。あいつ食べよう。